奴ら目、証拠りもなく、また来やがったぜ。誰が来たの？四国海軍だぜ。宮古島の南東約520キロで航行しているのを、海上自衛隊が発見したんだ。バカンスにでも来たのかしら？これは気になるわね。ということで今回は2024年7月9日防衛省統合幕僚監部は、中国海軍の艦艇が宮古島の南東約520キロの海域を航行していることを確認。海上自衛隊はその動向を至近距離から監視した。中露への警戒監視情報収集の近況を報告。お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2024年7月9日、防衛省統合幕僚監部が驚きの発表をした。またしても、四国海軍の艦艇が、宮古島の南東約520キロの海域で航行していることを確認したんだぜ。相変わらず、自分たちの領海かのように侵入してくるわね。海上自衛隊は、その動向を至近距離から監視していたらしいぞ。至近距離から監視ですって？四国艦艇から攻撃とかされなかった？大丈夫？今回は、四国艦艇から攻撃を受けたのか、その後の対応も含めて解説していくぜ。お願いします。まず、今回やってきた四国艦艇は、クズネツォフ級空母3等艦番号17、連配級ミサイル駆逐艦艦番号6、ルーアン3級ミサイル駆逐艦艦番号164、ジャンカイ2級フリゲート艦番号571の4隻だぜ。四国の主力級艦艇が4隻も？特に注目すべきは、3等だな。え？3等ってまともに動けるようになったの？らしいな。艦載機の発着艦が確認されたことから、海上自衛隊内でも緊張が高まっているとのことだぜ。そこで、海上自衛隊第5護衛隊所属のあけぼのが警戒監視と情報収集を行い、航空自衛隊も緊急発進で対応したらしいぞ。海自と空自、両方が出動してくれたなんて、頼もしいわ。それじゃ、四国空母の3等についても詳しく教えてよ。オッケーだぜ。この3等は四国初の国産空母で、2019年12月に就役し、2023年4月に初めて太平洋を航行したと言われているんだ。割と最近の空母なのね。そして、今回の事態について日本政府、防衛省内では、四国の戦略的意図の表れだ、と言われているんだな。もちろんそうでしょうよ。バカンスする場所でもないし、他に理由が見当たらないもの。だな。だからこそ、日本も防衛力の拡充とともに、国民に対しても戦略的洞察を深めるべき時が来ているんだぜ。絶え間ない警戒と情報収集、それこそが現代の安全保障の要だからな。そうね、今こそ軍拡しないと。それじゃ今回は、四国だけじゃなくロシアへの警戒監視情報収集についても見ていくぞ。おっす。今回のニュースについて詳しく説明すると令和6年7月9日、午後10時頃、海上自衛隊は西表島の北360キロの海域で、ロシア海軍のステレブシチー級フリゲート2隻艦番号335、343を確認したとのことだ。はぁ？ロシア艦艇まで来てたの？そうだぜ。この艦艇は南西に進み、与那国島と西表島の間の海域を通過、太平洋へ向けて航行したことが確認されたな。さらに、これらの艦艇は8日に、津島海峡を南西方面へ進行したと艦艇と同一であることも判明したぜ。おい、どんだけ日本が好きなんだよ。紛争国へ帰って、どうぞ。これに対し防衛省海上自衛隊は第1海上補給隊所属浜名佐世保と、第5航空軍所属 P3C によって警戒監視情報収集を行ったぜ。きっとこういう事案って、しょっちゅう起こってるんだね。自衛隊の皆さん、ご苦労様です。また、令和6年7月4日午後4時頃には、海上自衛隊が草垣群島南西約40キロの海域において、南東進するロシア海軍ブブナ級補給艦1隻を確認したとのことだ。同日午後6時頃には、東海域を東進する、四国海軍ジャンカイ級フリゲート、ルーアン3級ミサイル駆逐艦、ロシア海軍ステレブシチー級フリゲートを確認したそうだぜ。四国とロシア、あのさ、これ、完全な挑発行為でしょうよ。今すぐミサイルで迎撃したいわ。物騒なこと言うもんじゃないぞ。まあ、これら計4隻の艦艇は4日から5日にかけて大隅海峡を航行して太平洋へ向けて進んだな。防衛省自衛隊は、第13護衛隊所属陣痛及び、第1航空軍所属 P1 によって警戒監視情報収集を行ったとのことだぜ。どんだけ警戒監視と情報収集させるつもりなのよ。また、令和6年7月8日には、四国軍の偵察攻撃型無人機の TB1 が東シナ海方面からやってきたな。だからバカンスしに来てるのかっつーの、いい加減にしなさいよあんたら。沖縄本島と宮古島との間を通過した後、太平洋上で旋回し、
再び同じルートを通過し東シナ海に戻ったぜ。聞くのも面倒になってきたけど、自衛隊はどんな対応を取らされたのかしら？この無秩序な行動に対し、航空自衛隊の南西航空方面隊等が戦闘機を緊急発進させて対応したぜ。無人機の監視と防衛体制を維持したわけね。じゃあ、監視してはいたけど、攻撃とかはされなかったんだね。うむ、そうだな。でも、こういう話を聞くと、日本の防衛力が日々、試されている気がするわ。C国は、日本の軍事力、対応力を確実に試している。C国やロシアなどの敵は、常に我々の動向を伺っているわけだぜ。油断大敵ね、日本はもっと戦う意思を示さなきゃいけないわよ。視聴者の皆さん、日本は C国とロシアに舐められすぎだと思いませんか？コメント欄で教えてね。令和6年7月11日、あるデータが公表されたな。マリサのお漏らし記録とかかしら？ふざけるなよ、今月はまだ2回しか漏らしてないぞ。公表されたデータは、6月30日現在の月間緊急発進状況だぜ。なんそれ？これは防衛省が公表しているデータで、月に何回、C国やロシアの艦艇などに対して緊急発進したかの情報だな。おお？そんなものがあったのか。公表されたこの情報は、我々が直面する現実の脅威を反映しているんだ。国民一人一人が、こういうデータを見て、現実を見据えていく必要があると思うぞ。私もブックマークしとこうっと。さて、防衛省統合幕僚監部が発表した2024年度1四半期までの緊急発進実施状況を見てみると、2024年度1四半期の緊急発進回数は159回で、昨年度同時期の238回と比べ、約80回減少しているんだ。ほう？かなり減っているわね。2013年度以降、緊急発進回数は年間100回から350回程度の範囲で推移しており、今回の159回はその範囲内なんだぜ。なるほど。多少の上下はあるものの、減っていっているわけじゃないのか。そういうことだな。大体わかるけども、どんな国に対して緊急発進してるのかな？対象国地域別の割合は、C国機が約 66%、ロシアが約 33%、その他が約 1% だったぜ。ほぼ、C国とロシアじゃねえか。方面隊別の緊急発進回数は、北部航空方面隊44回、中部航空方面隊5回、西部航空方面隊28回、南西航空方面隊82回だったぜ。うむ。南西航空方面隊が一番多く緊急発進しているね。ああ。2024年度1四半期の特徴に関しては、C国機に対する緊急発進回数は105回で、2013年度以降の平均的な水準だな。ロシアに対する緊急発進回数は52回で、2013年度以降では比較的低い水準だったぞ。少ないと言っても、このデータ自体がすでにかなり多いからね。また、2024年度1四半期では、東シナ海で C国の偵察攻撃型無人機 WL-10 が初確認され、C国無人機の長距離飛行や沖縄本島と宮古島の通過が見られたぜ。初確認とかいらんよ、マジで。さらに、日本海でのロシアの爆撃機、スポレフ95及び、戦闘機の飛行も含め特異な飛行が7件公表されているぞ。情報収集機に対する緊急発進が最も多かったことも、特徴になっているな。ふむ、これらのデータは我々の防衛力が依然として、試され続けている現実を示しているんだわ。そうだな、だからこそ今、重装備平和主義の実践が求められているわけだぜ。ん？重装備平和主義ってのは聞いたことないね。なんなん？これは、武器によって国や国民を守るという主義だな。そして、日本の防衛戦略が目指すべき道は重装備平和主義に他ならない。もう少し直接的に言えば、重武装平和主義ということだ。うん？また新しいのが出てきたじゃないのよ。重武装平和主義ってのは何なの？重武装平和主義、すなわち火器航空機船舶や人的資源を含む防衛力の最大化最適化だ。これこそが、日本国憲法の基本原理をなす平和主義と最も適合するんだぜ。ほほう、平和主義という言葉は、まさに武装に反対する人々によって好んで使われるものよね。素手で、無防備でいること、いかなる場合にも攻撃も反撃もしないことこそが平和である、なんてのは幻想だわ。武器を持たないことが、日本の平和を保つことであるという幻想を、私たちはどれだけ聞かされてきたかわからないレベルだもの。今の我が国の自衛力を低下させる、武装のレベルを下げれば、日本はたやすく侵略される国になり下がるしな。そうよ。日本は中立国になんてなれないんだから、どんどん軍拡するべきなのよ。そもそも、中立国って本当にあるの？どういう意味だ？だって、安全保障が懸念される時代に、中立でいられるのかなって、
無抵抗の平和主義をことさらに言い立てる人々の頭の中にある、一つの理想が永世中立国スイスだな。そして、スイスは令和の時代でも、中立を保っている。そうなんだ。どこの国にも組みせず中立の立場を保つ、のどかで牧歌的な国は、第二次世界大戦の戦火すら逃れたではないか。そのようですね、閣下。って意味がわからんわ。だがな、今も廃寺が済んでいそうに思われたその国は、そのような甘い先入観を断固拒否すると言われているぜ。え？それじゃやっぱり、今の時代、中立国ってのは難しいのかな？そもそも、スイスは正確な言い方をすれば、間違いなく重武装永世中立国だぜ。あ、ちゃんと中立国なんだね。その永世中立ってのはどんなものなの？小学校の社会科で学んだ知識では、永世中立国は戦争をしない国といった意味合いだったな。だが、戦争しない、というのは完全な誤解なんだぜ。は？つまり、スイスは間違いなく、戦争ができる国だと？ああ、他国間の紛争に対して中立なだけで、永世中立は非武装でも不戦でもない。スイス自身は、攻められれば徹底的に反撃する、しかも重武装の国だぞ。スイス子は？何よりスイスは今も、事実上の徴兵制を守る、欧州でも数少ない国なんだ。今でこそ社会奉仕で代替できるようになったが、過去には何千人もの男性が、兵役拒否で刑務所送りになってさえいるぜ。そんなの嫌よ、私は社会奉仕で草むしりするのを選ぶわ。そしてスイスは腕時計や薬品だけでなく、品質の高い武器の生産にも定評がある。そして、知るべきは第二次世界大戦時のスイスなんだぜ。第二次世界大戦の時、スイスは何をしたんだっけ？ヨーロッパ戦線の終結まで、スイスは枢軸国に常に脅かされていたんだ。ベルギーは同じく中立国であったはずなのだが、ナチスドイツは全く意に介さず全土を占領した。そのドイツにとって、同盟国イタリアとの間に挟まるスイスは、喉から手が出るほど欲しい次の標的でもあったんだぜ。ふむふむ。それじゃスイスはどうなったの？そんなスイスを守ったのは、スイス軍最高司令官アンリ・ギザンの強硬な作戦だぜ。40万人以上の民兵を動員した防衛計画レブイットプランを策定し、国中に防衛線を張り巡らせ、有事には徹底抗戦する構えを見せたな。まさに名将だわ。さらにドイツ語圏スイスとイタリアを結ぶ天然の検地ゴッタルド・ゴットハルトのトンネルを自爆させるという予告をし、ナチスドイツを強力に牽制したんだ。あの、ナチスドイツを？そうだぜ。非常に厄介な重武装永世中立国は、スイスを攻めれば、スイスを欲しがる最大の理由を焦土化、無力化すると逆の脅しをかけたわけだな。すごい話ね、もはやもろ刃の剣だわ。それだけではなくスイスは大戦中、領空を侵犯する軍用機を枢軸国連合国の別なく、片っ端から攻撃撃墜したんだ。それこそが揺るがない永世中立の姿勢そのものなんだぜ。おいおい、もし、今も地震を脅かす国があるとしたら、何度でもスイスは同じことをするってわけ？おそらくな。だからこそ重武装永世中立国スイスは、今も平和なんだぞ。スイスって恐ろしい国だったのね。それじゃ、振り返って日本のことを考えてみるぜ。日本の場合は、周りを敵国に囲まれている状況よね。それじゃ、取り囲む国々から狙われ、固有の領土を不法占拠され続ける国が取るべき道は何だろうか？自分たちの平和を守ること、国是の平和を守ることかしら。その通りだぜ。そのためにミサイルは配備すべきであり、水陸機動弾が望まれ、護衛艦出雲の回収が必要なんだぜ。我々の平和を脅かすものがあれば、どれだけの代償を払わなければならないのかを、伝えなければならない。なるほど。日本がどれだけ強く、攻め入ることが困難なのか、敵国に見せつける必要があるのか。イエス、日本よ、平和主義を守れ。そのためにこそ重武装せよ。我々の生きる道は、重装備平和主義にあるんだ。ちょっとマリサ、怖いんですけど。霊夢、敵は待ってくれないぞ。今こそ軍拡だ。今こそ日本を守れ。マリサに何かが取り付いちゃってるわ。巫女の名にかけて、除霊しないと。岩子出島岩子出島、チーズケーキにミルクティー、マリサの精神を解放せよ。私は一体何をしていたんだぜ。元に戻れてよかったわ。ありがとうな霊夢。いきなりで悪いんだが、アメリカと警告が核戦略に関する新たなガイドラインを承認したことについて、北朝鮮国防省は挑発的な行動を中止しない場合、想像しがたい代償を支払うことになるとして米韓両国への対決姿勢を鮮明にしたな。はぁ？いきなりなんですと？アメリカのバイデン大統領と警告のユン・ソンニョル大統領は7月11日、北朝鮮に対する抑止力を強化するため、核戦略に関する両国の新たなガイドラインを承認したんだ。ふむふむ。これについて、北朝鮮国防省は13日、
国営通信を通じて報道官の談話を発表した。談話では我が国への核戦争の準備を推し進めていると米韓両国を非難した上で、核抑止体制をより向上させることが求められているとして核ミサイル開発を正当化していたぜ。あのヘンテコヘアメ、北朝鮮の核兵器やミサイル開発のどこに正当性があるってのよ。その上でこれ以上、挑発的な行動を中止しない場合、想像しがたい代償を支払うことになると対抗措置も示唆したな。やる気か、北目。北朝鮮は13日朝も、ロシアへの軍事支援を非難した NATO 北大西洋条約機構の首脳宣言に反発する談話を出し、アメリカなどへの対決姿勢を鮮明にしているぜ。さらに北朝鮮は7月中に、新型の戦術弾道ミサイル火星11型の発射実験を再び実施すると予告していて、関係国が警戒と監視を続けている。ほう、ふざけるなよ北欧。今までの怒り、今日こそ腹さでおくべきか。まずいなこや、今度は霊夢に何かが取り付いたようだぜ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。